チャオ、日高良心です。浜田翔輝です。今回はですね、季節に応じたモッツァレラの使い方なんですけども、考えていくのに昔のね、洋食っぽいものから選んでったら全部正解だったよね。はい。で、今日のメニューっていうのは何ですか？今日はオニオングラタンスープです。オニオングラタンってさ、君らの世代で食べることある？あんまりないです。我々の世代って言ったら、もうスープってのはオニオングラタンっていうのが割と定番だったんですよ。で、料理の世界入ってもオニオングラタンを作る、要は玉ねぎの炒め方、これがポイントですですよね。はい、はい、では早速作っていきましょう。まず玉ねぎと、本当に昔の洋食屋さんって玉ねぎもワンケースぐらいこうずっと刻んでね、でそれを炒めたりしたんですね。僕らもそのフランス料理の名のもとに、このオニオングラタンっていうのを結構やっぱり作りました。作り方は勉強して仕込んだりしてましたし、調理師学校なんか の、授業でもこのオニオングラタンって大事でしたね。でもやっぱり誰が食べても美味しいよね、これね。玉ねぎをまず切ってってですね、ちょっと順番にこう炒めていきましょう。フライパンにオリーブオイル、バターだけでもいいんですけども、オリーブオイルとバターをこう入れて、そして刻んだ玉ねぎを、加えていきます。まず半分。浜さん、じゃあこっち側で炒めてくれるかな。学校の授業で習った？調理師専門学校で。いや、習ってないです。今やってないか。一つのスープの基礎ですね。飴色になるまで炒めます。中に加えていきます。我々の世界、こうあんまりこうフードプロセッサーとかああいうものを使うこと自体が邪道で、もう自分の包丁技を競うっていうのが、それがね、切れて一人前だみたいな感じがあって、よく先輩と競争させられたのね。切れない包丁で切るとね、泣けてくるのね、涙がね。だから玉ねぎのスライスとかオニオンアッシュ数切るときは、泣けないようにラップでこう目を防御して、要はメガネみたいな感じでやってる人もいましたね。あとこの炒め方もこのフライパンで炒めるんじゃなくて、大きな寸胴でもう山ほど炒めますからね。だから本当にそのオニオングラタンに関しては時間も結構かかるけども、なんかこう思い出が結構ありますね。割と強火で炒めていったらいいです。色がこうやってつくような感じで。川さん、習ったもので印象にあるスープって何がある？スープはポタージュとかやった？一番最初の方に人参のポタージュ。人参ポタージュやりました。はい。それどうやって作ったか覚えてますか？スープして玉ねぎを。玉ねぎと人参ですね。多分ミキサーにかけたんですけど、あんまそこは記憶にない。覚えてない。あとコンソメとか授業で作った？いや、だしとかは講習だけでした。作んないです。ああ、やっぱり時間かかるからね。そうですね。今やっぱり仕事をしててもそうなんですけども、やっぱり結構労働時間、学校もそうですけどもね、時間に結構縛られるから、やれるものもやれないものが結構ありますよね。でも昔はある部分そういうところではもう何日かかけて仕込みをするとか、授業に関しても何日か分けて授業の中でいろいろやるってことができたんですけども、やっぱ今いろんな部分で時短になってきてますね。そうです。こういう感じでですね、ちょっとずつ色をつけながら炒めていって、こんなことやってたらもう YouTube 分かんない、終わんないんで、浜田が店で炒めてきたもの、これぐらいトロトロになるまで炒めていきます。しっかり炒めることによってですね、甘みとコクが出るんですね。そしてあと、今日はインスタントのブイヨンですけども、こういうものを足します。そしてちょっと煮るんですね、玉ねぎの旨味をね。これを煮ていって、ちょっと塩足します。で、十分玉ねぎ炒めてますから、ちょっとブイヨン、スープと合わせるともうオニオンスープになります。これはもう本当オニオンスープとして美味しいです。それをオニオングラタンにするっていうことで用意してあるものが、バゲット、トーストしたもの、そして明治生モッツァレラ、上から明治のパルメザンチーズ、入れたものをまたオーブンに入れていくと。いつものように、こう、水気を軽く切ります。耐熱の器の中にパンを入れまして、味付けしたオニオンスープ、パンに水分も含ませるような感じですね。これを入れていきます。玉ねぎは美味しそう。であと、生モッツァレラ、ちぎって入れましょうか。はい、こういう感じで乗っけていきます。
いや、あんまりオニオングラタンにモッツァレラ入れるってことは多分しないと思うんですけども、結構モッツァレラが合います。特にあの明治生モッツァレラ、非常にあのクリーミーですから。作ってみたんですけど美味しかったですよね。そこにあのパルメザンチーズを、まあ、好みでと言いますか結構たっぷりかけたらいい感じですね。まあ、これにちょっとバター乗っけてオーブン入れてもいいんですけども、もうこれだけでも十分美味しいから今回は乗っけずに、温めておいたオーブンに入れていきます。マックスが220度、これであの表面色つくまで焼いていきましょう。オーブンで大体12、3分かな、表面が色つく程度。こんな感じですね。綺麗に焼き上がりました。完成です。明治生モッツァレラのオニオングラタンスープ。普段これ多分フランスだったらグリエールチーズかな、何か他のチーズを使うんでしょうけども、ね、なかなかねこれがいけるんですよ。ああ、パンにうまみが、浜田さんこんだけあげるね。あ、ありがとうございます。どうぞ。いただきます。熱いんだろう。熱そうです。うん、玉ねぎの甘みと相性抜群です。うん、ね、コクがすごいあって、はい、すごいやっぱミルキーになるから、本来使うグリエルチーズか何かと比べたらちょっと別物なんでしょうけど、モッツァレラはいけますよ。玉ねぎとモッツァレラ、あとパンだけで、うん、シンプルな素材だけでもここまで。ちゃんと一品できるっていうのが素晴らしいです。玉ねぎは炒めとけばいいんですよ。ある程度暇の時に炒めておいて、冷蔵庫に入れておいて、ブイヨンで伸ばして、うまみを吸うのがこの焼いたパン。やっぱりこれをねしっかりトーストして、でうまみを吸わせていきますともうバッチリです。うん、本当でも体がホカホカしてるもんね。はい、うん、でも美味しい。ぜひこれ試してください。次回また楽しみにしてください。ではまた、チャオ。チャオ。